まあこんにちは、まあ、不平等ってのは一言で言うとまあ泣き言なんですよねもしくは強気で言うなら不平等という状態があるからだからどうするってことになると思うんですよ、ね、やっぱりこう不平等っていえば身長もみんな違うわけじゃないですかですんで身長の低い人は自分の身長が高くなるようにもしかしたらシークレットブーツ履くかもしれないし竹馬に乗るかもしれないしって感じなんですよ、うん、まあ変な例えですけどねでもやっぱこう 不平等っていう状態に対して自分が大きくなって不平等に追いつこうとするエネルギーっていうのは発展やモチベーションを生むと思うんですけどもやっぱりねこの人っていうのはねものすごくね陰湿なところがあって自分の成長や拡大とか膨張を求めるんじゃなくて他の人の足を引っ張って他の人が。 こうガクンと下がったら相対的に自分も浮かび上がるみたいな感じを求めちゃうんですよね。だから悪い噂を立てて、人を貶めたりとかして安心するというね。まあ、本当に、あの、何ですかね。えー、色男、金と力はなかりけりって言葉がありますけども、あれも巻き惜しみなんでしょうね。お前顔はかっこいいけどさ、体力ないしさ、金ないだろうみたいな感じで貶めて、 せめてもの自分の留院を下げるみたいな感じでしょうねで年金の話が出ましたけどもあのー、き年金をね20万前後受け取る人ってのははっきり言って年金ってのはおまけなんでしょうねこう一生懸命いろいろ稼いできてある一定の年齢になった時に貯金もあるとで自分が現役時代そこそこ豊かで家族もできて子供たちもいて何なら孫もいるみたいな感じで で子供たちは孫からねなんかお小遣いをもらっちゃったりとかしてそうやって老後を暮らしていく中であ年金の支給日なんだあまあでも今日はいっかちょっと腰が痛いしみたいな感じで年金の支給日に別にがっついて ATM のところ並ばなくても十分日々暮らしていけたりとかね衣食住は普段から心配なかったりとかでお金もあってもあんまり使わないしなみたいなで年金も20万出るけどまあでも20万ねまあおまけだよねみたいな感じなんですよね でもこれからの世代ってのはおそらく現役世代ですら年収200万300万でその日生きるのがやっとで貯金なんて余裕がないわけですよねなんなら年金も払わなかったり未納の期間があったりとかして払ったりにしてもそのバックっていうのが年金毎月月単位でなんか4万とか5万みたいな感じで年金を当てにしてる人っていうのは年金じゃ全然足りないみたいな感じで年金を大して当てにしてない人はもう自分の資産が十分あってみたいな感じになっちゃうんでしょうね だからそういう将来像をもし想像するなら、その時間が来るまでに、70代、80代が来るまでに、まだ手を打てる時にね、打った方がいいかなと思うんですよ。今回は手を打つってことでね、お願いします。